掛川市横須賀地区で江戸時代から続く三熊野神社大祭が新型コロナ対策を施し、昨日2年ぶりに開催されました。今年は練りと呼ばれる出汁の引き回しは中止となりましたが、祭り囃子の奉納などが行われました。奉納当番町の西新町朝日組の参加者などはマスクや消毒、検温などコロナ対策を徹底し、笛や太鼓を奏でおかめやひょっとこを踊りました。ここの場所で奉納ができたっていうのが、この祭りができたっていうのがどんなに大切かありがたいことかっていうのを本当にしみじみ思いながら見てました。今回は密を避けるため無観客で開催された中、地区内外の多くの人に祭り囃子を楽しんでもらおうと、奉納祭の模様が YouTube でライブ配信されました。